こんにちは。今日は、自分のお部屋とか、自分の職場とかで、片付けとかがなかなか苦手で、なかなか、散らかっちゃってて、なかなか片付かないんですけど、そんな時の自分なりの、最近編み出した対処法というか、をちょっとお話ししてみようかなって思います。お部屋の掃除ってなかなかうまく片付かない、すぐに片付かない人いるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり1日とかかけてしっかりやろうと思っても集中できないんですよね。なかなか片付けてもなんか懐かしいものを見つけて見入っちゃったりとか、ちょっと気になるものを見つけてそれを見ちゃったりとかするとなかなか進まないんですけど、やっぱり前は何せ集中できないもんで、1日ではなかなか終わりませんでしたよね。3日4日かかってもなかなか終わらなくって、やっぱり仕事してるもんで毎日にできないんですよね。で、休みのたんびにやってるけど、そうすると、次の休みまでにまたさらにちょっと散らかしちゃったりとかっていうこともあったんで、なかなか片付けにくい状況が続いてました。で、実際今現在僕の部屋、映ってる範囲の外側はもっと散らかってるんですけど、お掃除するときに最近気をつけたことが、今日やってしまおうとか、午前中にこれだけやってしまおうとか、そういうふうに考えるのをやめましたね。で、例えば、時間を、期限を設けて、自分の中で期限を設けてやるんじゃなくって、例えば、実際この部屋は、今この撮影してる部屋4畳半なんですけど、例えば、小さいところから始めるんですよね。今日はちょっと板の間をきれいにしてみようとか、今日はこのテーブルの上きれいにしようとか、手前の畳1畳だけやってみようとか、今はとりあえず畳1畳分だけきれいにしてみようとかってやると、なんとなくゴミ片付けたり、物を整理したりしてると、あ、これだけできた、じゃあ次の1畳、畳1畳やってみようっていう気持ちになる。だから結局効率としてはそっちの方がうまくいくようになったかなと思います。で、なかなかゴミとかすぐにゴミ箱入れればいいんですけど、たまに散らかしちゃったりするんですよね。で、そういうゴミとかも、なるべく気がついた時に捨てれれば捨てるように心がけるようにしました。やっぱり今日1日かけてピカピカにしようとかっていうざっくりとした計画だと絶対僕進まないんで、何も知らない、やっぱり子供に教えるように自分に言い聞かせるようにしたんですよね。畳1畳だけやってみようとか、もっと小さい範囲にして畳半分だけやってみようとか、そういうふうにすると結構効率よく、きれいに、できるようになりました。あと隅っこの方とか、埃のたまりやすい場所ってのも、なかなか徹底的に掃除するっていうのは、やっぱり少ない、できない、なかなかできないんですよね。年に何回かなんですけど、年に、そうだな、3回ぐらいやるかな。2回ぐらいかもしれないですね。時も、例えば、今日は、この窓の3、1本だけきれいにしようとか、そういうふうになんか長い期間で分担してやると、綺麗なお部屋が保てるん
じゃないかなって思います。これ全然発達障害とか何の関係なくって、多分その自分の部屋を徹底的にする掃除するってやっぱり難しい人がちょこちょこいるんじゃないかと思うんですよ。発達障害云々じゃなくって、やっぱり気が散ったり、なんか見てる間に気が散っちゃってできないとか、そういうのがあると人がいるんじゃないかなと思って、そう、例えばこう達成感があると次もっていう気持ちになりますよね。例えば今日はこの手前の入ってすぐの畳1畳分だけやってみようとかね、床の模様がこう例えばマス目だったりすると、あ、今日はだいたいこっからこっちやってみようとか、するんじゃない、うまくできるんじゃないかなと思います。で、職場とかでも何度も言ってるけど、自分主に外仕事なんで、そうするとゴミ置き場とかの掃除もやることになるんですね。だから、あ、今日は空き缶のところきれいにしよう、あ、明日はペットボトル収集の日だからペットボトル全部出して、ペットボトルこう置いてたところをちょっときれいにしてみようとか、ざっくりゴミ置き場全体をきれいにしようっていう風じゃなくって、やっぱりこう場所的に分担してやっていくと、達成感も得られるし、次も頑張、明日も頑張ろうっていう気持ちになれるんじゃないかなって思います。はい、今日はそんなところです。